イシムカデとは、節足動物門単子屋門ムカ列なシムカデ目に含まれるムカデ類の総称である。多くの種が大きくても30ミリメートルを超える程度。その形態は小さなムカデであり、大ムカデ類の子供と間違われることもある。体は平たく、生体は15体の足があり、最後の2体が特に長い。改め形変態で、大切の上限が15というところが同じ。 ムカデズナのゲジ目と共通している。石モクトゲイシムカデかのゲジムカデという属は、触角や足が他の石ムカデに比べて長く、ゲジを思わせる。一寸ムカデかのムカデは、名の通り比較的大型となり数十ミリメートルになる。特に大一寸ムカデは50ミリメートルに至ると、されるが、千葉県内で採集されて記載されて以来取られた、記録がない。 浅い土中や朽木、枯葉などが堆積した湿った場所に潜む。夜行性だが、日中に土中から姿を見せることもある。肉食性で素早く走り回り、飛び虫等の小動物を捕食するが、自身もまた大型のクモや肉食昆虫、さらに大ムカデといった、より強力な捕食者の餌となっている。特に一部の大ムカデは本種を染色している場合もある。 体が小さいが、ムカデの仲間だけに比較的寿命が長く、数年生きる。大ムカデよりも体が小さく臆病なため、人との接触による害はあまり聞かれないが、人家に潜入した時には不快害虫として扱われている。大ムカデよりもさらに動きが速く、走り出すと捕まえるのが困難になる。稀にペットとして販売されるが、体が小さいため、大ムカデの類ほど、 ペット人気は高くない。飼育はオウムカデルイとほぼ同じだが、オウムカデルイほどスペースを取らないために、オウムカデルイよりも楽だと言える。ありがとうございます。